米女子ゴルフツアーのティーモバイルマッチプレー第4日は上位8人のマッチプレーによる決勝トーナメントがネバダ州シャドークリークパー72で行われ勝南25イコール明治安田は準々決勝でアンナリン28イコール韓国に1ダウンで敗れた終盤1718番で2ホール連続でティーショットを池に入れてしまい全体的に納得はいかないゴルフになってしまったと振り返った